歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。海賊が相手だ。はい、どうも、ケンリンです。よろしくお願いします。ということで、今回もバウンティーラッシュやっていきまっしゃい。ということで、はい、今回はですね、こちらルフィローとオニローの外悪パーティーでいきたいと思います。はい、ということで、はい、まあね、もう皆さんわかると思うんですけども、そうです、回復不能でございます。はい、まあ、このね、はい、ダブルアタッカー、回復不能持ちのダブルアタッカーの外役パーティーでいきたいと思います。はい、まあ、なんでね、このサポートには、必ず桜花七部会が、つけてくださいね。はい、もしするのであれば。で、これね、やってみた感想でめちゃくちゃ良かった。うん、めちゃくちゃ良かったです。はい、で、まあ、ただ鬼狼よりルフィ狼の方が活躍することがめちゃめちゃ多かったですね。はい、まあ、なんで、あ、ルフィ狼マスカーちょっと株上がりそうな気はしてる。はい、で、まあね、最近で言えばね、やっぱり赤属性が増えてきた。まあ、今までね、ちょっと緑がね、ずっと来てて、まあ、ちょっとね、フランキーとか、まあ、なんかそういったディフェンダーとかがね、まあ、ちらほらと、はい、まあ、いた感じはするし、まあ、ゴソップとかもね、まあ、いたんですけども、うん、でも最近やっぱりね、あのキットが出てきたおかげで赤パーティーにね、一色染めにする、方がね、まあ、たくさん増えてきた中でね、はい、まあ、そん中でやっぱりルフィロ青ということで、結構かなり、いいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回ね、どうせだったらやっぱりこういったね、かっこいいパーティーにしたいなということで、今回は回復不能の外役パーティーでいきたいと思います。なかなか、活躍できたと思いますので、まあ、ぜひね、皆さん見ていただけたら嬉しいでござる。はい、ということで、いきましょう。レッツゴー。はい、それではですね、1戦目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、1戦目からこれはちょっときついし、はい、になりそう。えぐいね。環境キャラ VS ちょっと旧キャラ。はい。まあ、これ勝ったらぜひ動画化したいですね。っていう感じで、まあ、これはちょっと頑張りたい。これ勝てたらもうかなり、うん。みんな認めてくれ。うん。ルフィローとこの鬼ローのコンビがかなりいいと。いや、まあ、みんなの勝利やから、まあ、そこはええか。はい。で、まあ、一応ね、ルフィローと、まあ、この鬼ローのね、編成でね、まあ、やってて思うのが、あれです。前線よりやっぱり、一個後ろで戦うのが、もういいです。うん。このルフィローに関しても、シャンブルズとラジオナイフも、やっぱり、敵軍のロジャーとかがね、違う方向向いてたり、キットが違う方向向いてる時に、刺したりとか、はい、シャンブルズで引っ張ってあげたりとかっていう感じがあるんでね、はい、まあ、なんでね、ぜひともね、それをね、していただけたらいいかなというふうに思います。とりあえずね、ちょっと今ディフェンダーいないんで、がっつりちょっと、ゲージ貯めていこう、これ。うん。で、まあ、裏来た。おい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 、やるか、いきなりロジャーと。これは考え、ルッチ頼んでいい？最悪。はい、まあ、なんでちょっとここもゲージ溜まってないんで、ちょっとしっかり貯めていきたいかなというふうに思いますと。で、このロジャー、よしよしよし、あー、ナイス突っ張り。うん。で、まあ、ちょっと後ろにキットもいるんで、あー、オッケー、ナイス、ありがたい。これはありがたいです、だいぶ。はい、まあ、なんでとりあえずロジャーが違う方向く、あれ一緒にやりたいね、ラジオナイフ一緒に刺さったらマジで気持ち、あ、回避使った、あ、オッケー、もうこれで刺さるっすね、オッケーっす。はい、ということでロジャーまずオッケーと。んで、まあ、これはもういいっすね。はい、で吸ってあげましょうか、オッケーと、ナイス。はい、ということで、あとはキットっすね。で、ちょっとブーストかかるタイミングがな、はい、まあ、なんでちょっと、あ、刺してあげたいけどまだ刺せない。なんでちょっともう敵部が来てるんで、まあ刺しちゃいます。
とりあえず刺しちゃいますと。で、まあ、あの、多くは七部会ついてるんでね、あんまりここで焦らず、ぐいぐい攻めなくて、はい、俺はいいと思って、あ、とりあえずあっちこ取れそうだね。吸ってあげるか、あのルフィ。あ、オッケー、ちょっと待って、つ、あ、オッケー、ナイスナイスナイス。ね、吹っ飛ばしてくるか。いや、来ないな。うん、あ、それは吸ってあげよう。はい、こういう風にね、味方のカバーをしてあげれるルフィロ、いかがですか。はい、で回避使ったね。オッケー、ナイス。いや、調子いい、これ調子いいぞ。うん、でドフィの時はこれちゃんとねゲージの中入ってあげても全然良きと。はい、なんでここ、いや、ちょ、あー、ちょ、あー、これはありがたい、だいぶありがたいですね。はい、これはちょっと、いやいやいや、あの後ろ見てください、ウソップウソップロージャー、いやうわ、全部すかす、うわえぐ。で別にね、このルフィロが死んでも、うん、鬼ロがねまたね回復不能を持ってるんで、別にここね、全然死んでもいいんですけども、いや怖いあ無理。はい、でここはね多分耐えれると思う。ここはいけるいけるいける、うん、ここは多分取られないですね。 OK、 10秒じゃ無理ですね。はい、まあなんで真ん中がちょっと怖いな。うーや、頑張ってくれ、頑張って頑張って頑張って、動画にしたい、頼む、お願い、いけ、ラジオのライフ、よし、ナイスな。はい、それではやっていきましょう。続いては、まあお相手さんは現環境キャラたちですね。はい、まあなんでここは頑張りたい。うん、まあね、あのルフィロと鬼ロの選ぶタイミングは、敵が赤が多ければもうルフィロ、うん、で緑がまあロージャーオーデンがね多かったらまあ鬼ロかなっていう感じでやってますね。はい、うん、まあなんでちょっと頑張りたいねということで、まあまずはゴソップとキットをまず回復不能させることかな。うん、まあなんでこれはまずどうしようか。これにウソップ行く、ニジンどうする、あー行ってくれるパターン、じゃあありがたいですね。まあ後ろから頑張って刺していきたい。え、ちょ、待て待て待て、黒ひげ黒ひげ黒ひげ、ちょっとゲージ溜めずに来てるということで、こいつシャンブルしたのかうん、今味方にシャンブルズできるなら俺は初期旗に行ってシャンブルズして黒ひげを初期旗に戻しますっていうことで俺戻りますはい、まあなんでとりあえず、まあここ、まあ、別に、まあ、あ、まあ焦ることはない。はい、まあなんでこれで、あ、スネークマン来るっすね。でこれ裏取り来て、うわ来てるな、ウソップ。はい、あ、それは大丈夫、 OK、 あ、 OK、 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 ここ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 、ナイス。はい、ということで、あー、まあちょっと、まあ、あかん、回復不能切れるけど、ちょっと黒ひげを助けてあげるというこの仲間思いな系に、いや感動ですな、これは本当。あと頑張ってめっちゃ飛んできたやんはい、はい、ナイス。ということで、また、あー、これきっと、これはね、オッケー、そこ、あっ、いやー、ちょっと待って、いやー、オッケー、これでこの後いけるね。オッケー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 、超めちゃめちゃ今集中しちゃいました。回復不能を当てるだけの仕事が俺にとっては荷が重いです。とりあえずとりあえず吸ってあげたいけど、吸いたくないけど、ジャスト回避、オッケーオッケー、とめっちゃダメージ入る、オッケー、よし、オッケー、ナイスナイス、おわー、あ、ミカ、敵さんナイス俺やれた俺やれたと思った今きっと、うん、はい、まあ、なんでここでね、まだまだ回復不能いるんで、敵からしたらね、もうこれ警戒マックスですなわけです。あ、その肉は取らせーん取らせーんっていうことで、オッケーと、うん、で、あのキット、あー、ちょっと待って、あ、キットじゃない、これか、これ、あれ、ポップでもなくなるね。オッケー、はい、おいっと、はい、はい、はいっと、はい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 、コーロー、よっしゃ、ナイスオッケー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 、うん、まあまあ無敵はもうしゃあない、よし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 、逃げれる逃げれる、オッケーオッケーオッケー、取り返した、オッケー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 、まあ行こう、まあ、もうめっちゃ飛んでくるなこの試合、めっちゃ人、オッケーと、うん、おバブアーム、おい、これ多分鬼ルフィに撃ったやつが俺に当たったよね。はい、学んでここ刺す、オッケーで、あー、え、何、え、何、あー、ん、あ、うん、火鉢のあれか、火鉢か、火鉢のあれか、うん、全然今なんで1残ってたのになんでなくなったかわからなかった。はい、まあなんで、いや、これ真ん中、あ、いける、シャンブルズ、はい、オッケーと、んでここで、あ、オッケーオッケー、間に合うね、オッケー、大丈夫やね、よしよし、これ最後ラジオナイフで飛ぶってこそ、はい、あー、そこは行かせんって言って、そこも行かせん言って、うーん、なんとか、ナイス。はい、
い、それではレッスンをやっていきましょうということで、これで終わりにしたいでござそうろ。はい、まあということでルフィロースタートでいきましょう。かなりルフィロの方が活躍するね。活躍するわルフィロ。はい、まあなんで最初はやっぱりこのゴソップドゾロあたり、まあ鬼ルフィと、まあおでんに関してはまあええわ。はい、まあなんでこれゴソップが虹に行くのか行かないのかどっちなんだいということで行く。まあただ行ったとしてもね、ここねルフィロ活躍しにくいんですよね。まあとりあえずドゾロがこっち見てくれてるだけでいいかな、おでんからしてありがたい。まあなんで、ここはずっと向こう行かせないようにしておきたい。やばいということで、 OK、 その超遠距離スキルはありがたいということで、でこれはねドゾロ吸ったらもったいないからゴソップ吸いたい。ただドゾロも入っていくよね、中入っていくよね。はい、並んでギャンブル打ちます。オッケー、いいよ取れた。オッケー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 。でまあこれはいや無駄回避するとあのバムワームが飛んでくるんでね。はい、でこのドゾロはとりあえず一旦牽制しておいて、そのバムワームはクラワン。はい、まあなんでオッケー、それはありがたい。オッケー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 。まあ本当にもうゴソップならね、まあこういう風にワンパンになってしまうんでね、かなりいい。はい、でそこまあちょっと真ん中取ろうかとりあえず。でオッケーオッケーオッケー。それでこの後いやこのシャンブルズどっちか、いい方もう、オッケーオッケーオッケー、おでんの方がいい。オッケー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 、ドゾロはいいや。はい、まあなんでよしよしよし、うわうまいねー、うまいね、ジャズ解散してしまった。いやこれ叩き、オッケーオッケーオッケー、ゴーストップ援護ありがとう。でこれ肉取って全回復、その全回復のまんま俺怖いからこう。はい、ゴーストップ頼む。さあさあ、オッケーオッケーオッケー。でここで当てちゃうわ。オッケー、よし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 。いやーじゃあブーストのおでんとか無理やで、ワンパンワンパン、もうマジ無理。よいしょ、オッケー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 、これでかい。よろけ外したらでかい。オッケー、これもただオッケー、ラインスルッチ、今のはナイスすぎる。オッケーということで、ここはオッケーで当てれる。よし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 、いい感じで回復もできてるしね、回復不能にもさせてるし。敵今のところ回復不能もう全員させてるね。オッケーオッケー、よいしょよいしょと。でガトリングが怖いね、ガトリング。あ、オッケー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 、すぐ吸ってあげる、ありがとうよと。ナイスゴスアップ、いいよ、いい動きしてる。でここルッチと、鬼ローちゃん、おいしょ、ナイスナイス。もう一回回復不能したからもういけるでしょ。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 。んでこれおでん怖いな、おでん怖いな、おでん来る、おでん、いや来た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 、あら赤いやつ、一番赤いやつ、一番来たら赤いやつ。スキルもないからちょっと怖い。刀剣突破は？え待って、いやちょ待って、これ刺せる。オッケー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 、よしよし、あとは吸うだけ。ああ、それ吸ってあげよう。ちゃう、そっちちゃう、そっちちゃう、全然ちゃう。はい、待って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 、勝ちたい勝ちたい勝ちたい、お願いお願いお願い、誰か取って取って、取れた。はい、ということで参戦終了でございます。敵も味方さんもありがとうございましたということで、いかがだったですか。いや、かなり良くないですか。リスポーンが待たなくても回復不能どちらも持っているから、回復不能にしてまああとは味方に、お願いするっていうね、他力本願型パーティーです。はい、まあなのでね、もしね、まあいいなと思ったらぜひ皆さんもやってみてください。ただし、ロジャーおでんパーティーがかなり、敵さんにいる場合はかなりしんどいです。はい、まあなのでね、そこも踏まえて皆さんやってみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。